優しくしてくれてありがとうね。ずっとこのようになでなでを期待していたわ。まさかこの夢が実現するとはね。反則だよ。でも私もそんなに規則を気にする人ではないからね。あら、やるじゃない。何をするつもり？試してみれば？どうなるかは知らないけどね。